さんの一日密着インタビュー。お、天才パティシエの素顔に迫る。シエルさん憧れのパティシエがいるんだって。もういちかったら単純ね。そうだね、すごく嬉しそう。この熱意シエルさんにも伝わってほしいです。にしても憧れのパティシエってまさかプリキュア。キラキラプリキュアアラモード憧れまぜまぜ、いちかとシエル、キラキラいっぱい召し上がれ。